皆さんこんにちは、カンカンと前田誠二と真野拓実です。今回は7月23日金曜日発売のタイトルブースター第2弾モンスターストライクのカードを使った対戦動画となります。はい、今回は真野さんと僕の対戦になるんですが、はい、まあ、今回僕弁財天のデッキを使います。真野さんは何のデッキを使いますか？はい、僕はですね、今回パンドラのデッキを使うんですけど、なんとこの動画でスキルが初公開となりますので、皆さん楽しみにしていてください。出世したなこの動画楽しみですね。はい、じゃあもう早速やっていきましょう。はい、いきましょう。最初はグッジャッケン、ほい。ではということで今回やっていきましょう。せーの、スタンドアップヴァンガード。金卵ですよ。俺も金卵。よし、2人でなりましょう。せーの、せーの、せーの、ストライカーに。はい、ガチャリトラとモンスターボックスを手に入れます。はい、ドン。手札を1枚捨てて、ライド、網で2ライドします。ソロブラスト1することで1枚引きます。あ、で、ガチャリトラのスキルですね。はい、レストさせることで、なにすごいニヤニヤしてるわ俺もやりたかったんだ。はい、モンスターボックスに置きます。はい、これでターン終了です。はい、じゃあ頑張れます。はい、ドロー。これだ、1枚捨ててライド。はい、僕はミロクにライドします。じゃあガチャリトラ、僕もガチャらせていただきます。いきます。ほい、お、アテナ。これでじゃあアタックいこうかな。えい、じゃあミロクでバンガードにアタックします。さあ、ここがノーガードでいきます。ほいほい、ダメージチェック。ほいほい、はいはいはい、ターンもらいます。手札を1枚捨てて、ライド2フォーオールライドします。マホロバをホールします。ティアガのサークルに登場した時、はい、カウンターブラスト1、ソルバスト1することで山札からヒミコを1枚まで探し、オナイタテルスにコールします。やってくれるのいいな。いや、ガチャいきます。はっ、おい、はっ、おお、いいですね。ガブリエルコール。おー、はい、バンガードサークルかリアガードサークルに登場した時、山札の上から1枚見て、うん、上かそ、上で早かったよおお、V からいく。はい、1万でバンガードにアタックします。1万でバンガード、守るならここしかないんじゃないか。1万5000でガードします。なるほど、ドライブチェック。さすがですね、まあ1万クリスタル全部こっちに寄せるのありかな。おい、はい、1番ガブリエルでバンガードにアタック。守ろう。はい、5000で魔法ロバのブーストヒミコでアタックした時、魔法ロバにブーストされてるんで、はい、5000するので3万3000でクリティカル2です。バンガードにカードします。はい、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 ターン終了です。はい、はい、ターンのハンドドロー。1枚捨てて、ライド。ほい、モンセにライドします。ミロク横にとりあえず出しとこうかな。ほいほいほい、やさします。ほいほいほい、何にはともあれ、何はともあれ。ほい、おお、お待ちが入ります。僕もガブリエルをゴールします。おーおほらほらほら、ここに月読みをコールします。はい、機動能力を使います。カウンターブラスト1、このユニットレストさせることで、あとアナナのドロップから1枚こうできちゃう。え、強っ。じゃあこれでアタックいくかな。はい、モーセでまずヴァンガードに1万でアタックします。そうなんだよな、モーセもあるし上にも置いたし不自然だし、いや、ガードするぞほい、なるほどね。ゲイルトリガー、まあ回復して、はい、はい、ガブリエル、はいはい、今振ります。2万でバンガードにアタックは、ノーガードしましょう。うん、まあ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 、ここでまあブーストして2万1000なんですけど、でも今1万5000になったら使わないで2万1000でアタックはやるねオーデレーターくそー、ダメージチェック。おい、OK、
かねえけど。あえてスキルを使わず、いや使わずで、あげず。はい、これで終了で。はい。では、3もらいます。はい。どう？手札を1枚捨て、トゥエ、ライド。弁財天にライドします。で、トゥフォールのスキル使おっかな、せっかくだし。うん、手札1枚、ソウルに置くことで、はい、このカードをリアガードサークルにコールしておいて、リアガードサークルにコールします。あんたの単中、ユニットが3枚以上ならこのユニットはブーストを得ます。やっぱりね。やっぱり、とりあえずね。回すっきゃね。あいや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 、鳥が全然入んないですね。バトルに入ります。では、ブーストやってるんで、1万ブースト、弁財天でアタック。はい。で、このユニットのアタックがヒットすれば、前列のリアガード全てのパーパス1万。時間だね。動画をね。あら。では、ツインドライブ、いきます。はい、1枚目。下がります。2枚目。おいってーおいおいおい、なんとなんと、まあ、とりあえず1枚引いて、はい、さすがガーブリエルに威力振ります、はい、1枚ドローしました、除外されるんですが、なんと、はい、うん、追加効果した、ドライブチェックで出た時、はい、2つの中から1つやる、はい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 、相手のリアガードを全て退却させるか、ユニットを1枚選び、クリティカルプラス1、どっちも嫌だな。ちゃんと嫌だな。きついね。いや、強いな。これ俺、手札3枚ですよね。手札3枚しかない。ここ多分ノーガードノーガードしてくれて、2点入るから、リアガード、全部退却で。逆に手が入って。仕方ない。きつい。これはしんどい。で、1点。1ダメージ。はい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 。では、ヒットしたので、1万入ります。はい、まあ、ホロバのブースト、ヒミコでバンガードにアタックしたとき、はい、なんと5000円上がります。ほい。強いな。3万3000円。いきます。ほい。ほい。おっの。いや、ちょっと待って。いや、まあ、手札増えるのはね、でかいですね。そうですね。1枚引きます。1億2万でバンガードにアタック。1億2万ってことは、あと1億5000円で守れますか？1億5000円ですね。そうですね。いけます。ほい。おぉ、すいません、すいません、ちょっともらえます。じゃあ、俺でターン終了です。はい、おろ、じゃあ、手札1枚捨てて、パンドラにライドします。ほい、何はともあれですよ。くそ、10連のガチャをさせていただきます。いや、まあ、逆に使わせたと思えばね。確かにね、そのタイミングで前向き。いや、はい、行きます。はい、お願いします。おっ、おいや、でも結構だいぶいいっすね。まあまあ、ここにゴエモン出してつくよみをここに出します。お、アテナをここに出します。はい、つくよみの効果使おうかな。はい、はい、じゃあカウンターブラスト1、このユニットをレストさせることで家で出すかな。いや、強い。じゃあ、ガブリエル、効果を使います。1番、上を言います。おい、おお、そしたら、じゃあ、じゃあ、モンスターボックス。もう、よいよ。入れ替えを、じゃあ、グレード1を、そのまま出しちゃおう。食べろ、ここに、こうします。なるほど。パンドラの効果を使います。ホールグラス、一致することで、本番中、このユニットのパワーを、プラス1万します。石川五右衛門でブーストしてパンドラでバンガードにアタックするんですけど、まあ3万1000かな、3万1000なんですけど、石川五右衛門のブーストしたアタックがヒットしたら、これをソウルに入れて手札1枚捨てたらパンドラを手札に加えます。なるほど、厄介だな。ここは悔しいけどノーカードでいいんですか。とりあえずね、2万ぐらい。まあまあさ、まあまだまだよいしょ。ほいでーす。盛り盛りだー今日は。置いたね。来ました。で、ルシパの効果で、はい、まあ、まずね、1枚引きます。はい、で、プラス1億は、まあ、こっちかな、ガブリエルに振ります。はい、はい、はい。で、追加効果が、その単純あなたのリアガード全てのパワープラス1万か、あなたのダメージゾーンから1枚選び回復する。まあ、ここのね、1点は通りました。爪、切れないかもしんないから回復しようかな。うん、回復にします。ちゃんとね。じゃあこれ。はい。はい、いきます。はい。ほい、どう、うん、ありがとう。はい。ダメージチェック。ほっ。俺も、俺も。
ットしました。ヒットしました。使わないです。え？持ってんね。うわ、アベル交換した時おかしいなと思ったんだよ。ここにね、実はパンドラいるんですけど。持ってんね。ちょっと飛んでみてよ。落ちてくる。ケンタロポロって。アベルでアテナブーストしてアタックして2万1000なんだけど、うん、このユニットがブーストされたバトル中グレード3の他のユニットがいるならプラス1万します。ということで3万1000ヴァンガードは、いや守るよ。お、一応止められないからね。お、全力ガード守る。めちゃめちゃ全力出してきた。1億1万でヴァンガードはでかすぎ。まあノーガードかな。おいおい、ダメチェック。はい、やってもらいます。スタンドしてで、ドローライド、ペルソナライド、おい、1枚引きます。1万だよ。俺もできるんですよ。来た、行くぞ。あー、やめてくれ。ランダムラス2で、そういうことで行きます。いい、楽しい。やど、量も2枚入ったぞ。お、完全ガードも入ったぞい。うん、量まあ、うん、量まあ、うん、しょうがねえ、トリガー出すしかねえ。グレード1入んなかったよ。うん、あら、まあしょうがねえですね。3体コール、おい、交換していきます。おお、完全ガードと。なるほど、生き残りたい。サゴトルームの起動スキル、カウンタープラスと1することでこのユニットのパワープラス1万。おい、おい、でさらにこのターンにペルソナライドしてるならさらにソロブラスト1することで、あなたの他のユニット2枚選び、その他10パワープラス1万。で、まあ1万されます。さあ、お取りを。はい。ガタラス1。おなんで、まあ自身が1万なんで、ここ2万なって、うん、他のソロブラスト1することで、さらにペルソナライドしてるんでね。ここも、よいしょよいしょと。強い強い。で、ボールはブースト得ます。はい。はい。では、1万ブースト。5万3000。おぉ。で、このユニットがアタックしたとき、まあ、ペルソナライドしてると手札を1枚捨てることで、なんと相手は自動能力を発動できなくなります。え、どう、つまり手札を1枚捨てることで、まあ、完全ガードをコールしても自動能力が発動してくるので使えないよと。あら、よくそんなことができるな。血も涙も出てるけど。ツインドライブ、はい、1枚目ヒールトリガーよ。なっても、クリティカルの、まあ、そうですね。よいしょ、1万はディアガードと。どうしようかな、変わらないか、こっちにしておきましょう。セカンドチェック、おい、と1ダメージ、おい、まあいいですよ、ないけど、まあプラス1万。そして全体点のスキルですね。このユニットのアタックがヒットしたとき、あなたの前列のディアガードすべてのパワープラス1万。強い、超消しじゃねえか。4万上がって5万8000バンガード。わー、5万8000。まあこれはとりあえずノーガードかな。おい、こっちも高いです、大丈夫ですか。あ、完全カード持ってるわ。いいじゃないし。おい、まあ、いやいやいや、3万5は6万3000、7万1000。ガードで守りますよ。おい、ターン終了です。おい、じゃあ守ります。おい、ドロー。何は思われ、ペルソナライドですよ。お、いいですね。1枚と、と1番、おい、おい、よいしょ、おい、バンドラの登場時、バンガードサークルに登場したとき、このターンにあなたがペルソナライドしているなら、相手のユニット1枚選んで、その途中パワーマイナス1万、アベルの効果使います。はい、まあ、手札1枚を山札の上に置くことができるんですけど、ちょっとこれ置いて、置いて終わり、パワープラス1万します。いや、さすがにね、それだとね、強すぎるんで、あ、まあ、シャッフルはします。なるほど、うん、そういいですね、その効果。いや、これ優秀ですよね、結構。オーバートリガーを戻せるってことですね。そうなんです。手札に引いちゃっても戻せない。大丈夫。大丈夫。なるほど。おい、ここに、シャーロック・ホームズ。はい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 。出たね。うん。突き読みを使います。ここに、ガブリエルをコールします。ガブリエル。効果、いきます。おい。これ、パンドラの効果を使います。うん。うん、移動の。ソールブラストにして、まあ、さっきはね、プラス1万このユニットだけだったんですけど、相手のヴァンガードのパワーが元々のパワーより少ないなら、このユニットではなく前列のユニットすべてプラスにします。アタックいこうかな。3、4万1000ヴァンガード、
土が前の選手も入ってる。守りましょう。はい、完全ガード、まあこれは交換したやつなんで、はい、ほい、まあまあまあ、まあまあ、これどうしようかな。プラス1はまあこっちに振って、こっちに振ります。はい、手紙チェックいきます。はい、ほい、おお、いや強えな、おい、まあまあガードは成功ですよ。成功ですね。61000、たっか。クリティカル2、守りましょうよ、完全ガード。おお、追ってるのか。これ勝負だ、はあ、そして手札が1枚。1枚、まあ、勝負しましょう。いきますよ。じゃあホームズで、はい、バンガードにアタックしたとき、カウンターブラストを1することで0から3までのグレードを1つ宣言します。はいはいはい、はい、そのカードを持ってなかったらパワープラス15000とクリティカルプラス1します。急に探偵ごっこ始まったな。あれ、で手札が、手札が1枚、うおー、2で泣いちゃったよ。見せんぞ。おお、後悔しないと。しないよ、これ犯人じゃないからね。そう、パワープラス1万5000とクリティカルプラス1もらいます。うわこれ何、4万5000上がってるから、5万5000クリティカル2。うまいね、でメタって爆弾。メタって爆弾。2ダメージもらいますよ。はい、守れねえもんな。ダメチェック。そう、次ですよ、ヒール以外は。うっと、あ、また俺も黄色取り間違えた。はい、今回僕が使ったマンガルのデッキはこちらです。はい、じゃあ僕が今回使ったデッキはこちらです。というわけで、今回使ったカードは7月23日金曜日発売のタイトルブースター第2弾モンスターストライクに収録されてますので、ぜひ皆さん手に入れて遊んでみてください。ちなみになんですけど、はい、はい、今日使ったパンドラと弁財天の2枚は、うん、箱推しのサイン入りカードもごく稀に収録されてますので、おお、手に入れたラッキーな方はぜひぜひライドラインとかにも使ってみてください。よろしくお願いします。お願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ、バイバーイ。